こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は9引く3割る3分の1足す1の答え。まあ、これがね、上場企業、一部上場企業の技術者が解けないという、ヤフーニュースを見まして、まあ、それね、調べてみたら、まあ、ちょうどなぜ初心者の方がね、わかんないことがあったとき調べても、解決しないのか。ね、初心者の方、自己流であってもしょうがないですと、インターネットの情報は嘘ばっかりですというのがね、まさに言えてみようというか、典型的な例だったんでね、ちょっとご紹介したいと思います。まず、まあ、9引く3割る3分の1足す1。これが元の問題なんですね。で、いろんなやりとりがありました。で、Yahoo 知恵袋。ね、この問題、どう思いますかと、ね、意地悪な問題なんじゃないかというような、ニュアンスで、この質問者の方は質問してました。ところがですね、これ、調査不足で、この9-3÷1、これがね、3分の1というのが、この書き方だとね、9-3÷1÷3足す1とも読めると。もうこの時点でね、問題が意地悪だったんじゃないかというところに、ほとんどの論調が言ってると。ね、本当にそんな、まあ、だから、一部上場企業の技術者が解けないわけがないという、思い込みから入ると、元の問題はどうだったかっていうの関係なくですね、質問の仕方が悪いんだろうというような、ところに行き着きます。まあ、素直に、どういう問題だったのかなと考えればね、この問題だったんじゃないのかなと思えば、実はこの問題でしたっていうのはね、出てくるんですけど、そうじゃなくて、もう初めから問題が間違えたというね、だから何が問題なんだかわかんなくなっちゃって、解決からは程遠いところに行く。この質問者の方はそういうところに到達してます。でね、それに対して、この方は、元の問題は3分の1縦書きですと。こういうふうに書いてあるから、問題は問題ないですと。という形で書いてます。で、続いてですね、これがまあ元情報なんですけど、この元情報だとね、今の元の問題が、ないんじゃないかと、ね、間違えた意地悪な問題だったんじゃないかというふうに、言ってる方もいますし、逆に Yahoo 知恵袋の他の回答を見るとね、これが元の問題、こういうふうにね、3分の1は縦書きでしたと。で、これはあなたの情報ソースでしょうと。これね、情報少数が、そもそも J キャストニュースっていうね、まあ、一応メディアのニュースなんですけど、まあ、記者の方がね、この式だったっていうのをね、調べずに書いてると。だから信頼できると思われる場所も、ね、ニュースだからきちんと調べて書いてるんだろうと思うところも、実は、まあ、あまり調べてなくて、この問題面白いなと、ね、できない人いるんだ、でも意地悪だったのかな、どうなのかな。でもいいや。まあ、話題として面白いから書いとこうと。まあ、調査しないで2チャンネルの、書き込みなんかをそのまま鵜呑みにして書いてると。ただそもそも元の問題がどうだったんだろうというですね、メディアの方なら気にすべきところを全くスルーして、メディアの方もニュースにしちゃってる。で、さらりと、ね、この正しいことを言ってる方、このリンクつけて見にくく書いてありますし、いまいち読みたくない、ね、絵もないし、読みたくない形で書いてあるんで、スルーされちゃう。つまり、どういうことかというとですね、こういう形の問題が出てきたときには、答えは何かがあらかじめ分かっていてですね、それに対する、裏付け材料としてインターネットを使うんだったら使えます。ところがね、何が問題なんだか分かんないと。まあ、自分の考えとちょっと違うなという形で、メディアの記者もそうであったように、で、今回のね、Yahoo 知恵袋の質問者がそうであったように、分かんない人が分かんないように情報を発信したり、分かんない人が分かんないように質問してもですね、何一つ解決しません。そんなわけで、インターネットにはね、確かにいろんな情報があって、正しい情報もあります。ただ正しい情報かどうかというのは、正しいか間違った情報か、調査不足な情報か、誰かがね、嘘を言ってるのか、間違ったことをやってるのか、それが
判断できる人であって初めて正しいとかね、正しい情報が見つかるということで、そもそもが全くわからない人にとっては、インターネットを使っても、全くわからないというところに、堂々巡りで戻ってくるだけという形になります。まあ、今回のね、この問題、なぜ、一部上場企業の技術者の方が4割しかできないのか。まあ、それにはね、理由があるんですけど、まあ、それはまた長くなるんで、まあ、別な動画で解決しますが、初心者の方が、まあ、ググっても、ね、インターネットで調べても問題解決しないわけと。ネットで調べりゃわかるじゃんっていうのは、分かってる方が、思ってることで、分からない人にとってみては、全く役に立たないというのがですね、今回のこの、9引く3割る3分の1足す1、この簡単な質問ですら、Yahoo 知恵袋、質問してる人も答えてる人も迷走してたというのでですね、よく分かったんで、面白い事例だなと思ってちょっとご紹介させていただきます。なぜ、ね、上場企業の技術者が4割しか正解できないのか。また他にね、どういうような間違いの答えとかがあったのか。これまたね、面白いんで、まあ別な動画の方でまたアップしたいと思います。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。